デルス・ウザーラは、ロシアの探検家、ウラジーミル・アルセーニエフが1922年に表した紀行。デルス・ウザーラ、デルス・ウザラ、デルス・ウザラーなどの日本語表記もある。署名は著者に同行した7遺族の領主の名前である。沿海州と呼ばれる北東アジアの探検を通して、デルスーの経験豊富な技術や自然観、著者との交流、自然とそこに暮らす生物が描かれている。当初は極東でのみ出版されたが、後にロシア全土で広く読まれるようになった。本項目では、デルスーが登場する前日譚にあたるウスリー地方探検記についても記述する。当時、沿海州はアムール川とウスリー川の流域の他は調査が進んでおらず、山岳地帯はロシアにとって未踏の土地だった。著者のアルセーニエフは1900年代から約30年をかけて沿海州を調査し、地理や動植物、民族について記録を残した。本書もその一つにあたる。1940年代以降には日本語に翻訳され、黒澤明監督の映画、デルス・ウザーラの原作にもなった。なお、黒澤監督の映画版は、本書の他に、デルスーとアルセーニエフの出会いが書かれた、ウスリー地方探検記の内容も含んでいる。17世紀から19世紀にかけての親ロ国境の変化アムール川の流域に住んでいた、ナナイ、ニブフ、ウリチなどの先住民は、16世紀に寄与し、17世紀にロシア帝国の進出を受け、親ロ国境紛争に巻き込まれた。先住民は当初はロシアに抵抗したが、18世紀からはニブフを中心にロシア人と交易を行い、キヨシを君主として朝貢をした。産業革命後の19世紀以降のロシアは、鉱物資源を得るためにシベリアや極東への領土拡大を積極的に進めた。そのため毛皮を取る狩猟民との取引に代わり、移民による農地、工場、鉱山の開発が増えた。人口が逆転して、先住民は少数民族になり、キリスト教徒ではない先住民は宗教や文化の面からロシア移民に差別された。ロシア帝国は1840年代からアムール川流域の探検を進め、キヨシと条約改正を交渉した。1860年の北京条約では、沿海州がロシア領となり、ナマコエイと呼ばれていた集落は、ロシア名のウラジオストックとなった。極東ロシアへの移住と開発を進めるために、シベリア鉄道が建設され、ヨーロッパロシアからの移民が増えた。鉄道工事に伴って、中国、朝鮮、日本からも出稼ぎ者が多く訪れ、ウラジオストックは多民族構成の都市として拡大した。1884年時点のウラジオストックは、全人口1,094人のうちヨーロッパ系が6,309人、アジア系が3,785人だった。先住民は土地所有権を認められず、交易の権益も縮小してゆき、未開の集団として扱われた。人類学者や民族学者が調査に訪れ、レフシュテルンベルクやブロニスワフ・ピウスツキらは、当時の社会運動なロード2期の思想に基づいて、先住民の支援を試みた。地理学者のニコライ・ミハイロビチ・プルジェバリスキーは、ロシア人として沿海州を初めて調査し、1867年から1869年にかけての記録をウスリー地方における旅という本にまとめた。著者アルセーニエフは、ロシア帝国軍の士官学校で地理学者のミハイル・グルムグルジマイロの教えを受け、大きな影響を受けた。グルムグルジマイロは、プルジェバリスキーらの著作をアルセーニエフに教えた。アルセーニエフは、プルジェバリスキーのウスリー地方における旅を愛読書として、ウスリー地方への憧れを持つようになる。ポーランドに駐屯していた時期には、両党半島やアムール管区への転属を求める嘆願書を提出した。アルセーニエフの願いは叶い、1899年8月にウラジオストックに配属された。アルセーニエフは銃を持って自然の中をよく歩き、中国語の勉強にも励んでいたので、それを見た連隊長が彼を義勇兵部隊の隊長に任命した。義勇兵部隊は平時は山野で狩猟をして、戦時には偵察や道案内をすることが任務だった。アルセーニエフは義勇兵部隊に編入された後に、地理学的、軍事的な目的で沿海州の調査を開始した。1902年の探検では、ウスリー湾を北上し、沿海州南部のハンカ湖からテルネー湾にかけての調査を計画した。隊は兵士6名と馬4頭の編成で出発し、レフ川のほとりで野営をした際に狩猟者の訪問を受けた。彼はゴリド人のデルスー・ウザーラと名乗り、アルセーニエフに自分の暮らしを語った。家は持たず野外で寝起きし、冬は樹皮で仮小屋を作る。父親から受け継いだベルダン銃を使い、必需品は狩りで稼ぎ、中国人からタバコや弾丸、火薬を得ていた。53歳で家族は天然痘で亡くしていた。アルセーニエフはデルスーに関心を持ち、彼に道案内を頼んだ。デルスーは案内人としてアルセーニエフを助け、二人がハンカ湖の湿原で猛吹雪にあった時には、小島に生える草を使って即席のテントを作り、命の危険を脱した。アルセーニエフは友人としてデルスーと交流を深め、ウラジオストックで暮らすことを提案する。しかしデルスーは町ではすることがないと断り、アルセーニエフは惜しみつつ別れた。アルセーニエフは1903年にウラジオストック要塞騎馬狩猟隊の隊長となり、日露戦争後はハバルフスクに転属となった。ロシアでは日露戦争の影響で極東への関心が高まり、ロシア地理学協会は沿海州の長期間調査を計画した。アルセーニエフがハバルフスクに転属となったのも地理学協会のアムール支部があるためだった。アルセーニエフは地理学協会の要請で探検隊を組織してシホテアリに山脈や海岸地帯を調査することになった。軍事的な目的を最優先としつつ自然科学、地理学、民族学の研究も含まれていた。アルセーニエフは1906年5月に出発し、タドゥシュ川流域の山中でデルスーと再会した。二人が夜の森林で虎と出会った時には、デルスーは虎に話しかけてからアルセーニエフを連れて、引き返し、無事に帰ることができた。アルセーニエフは旅の終わりにデルスーをハバロフスクに誘おうとするが、デルスーは断り、黒テンを買って暮らすと答える。こうして二人は、バクー川のほとりで別れた。1902年と1906年の体験について、アルセーニエフは、後に、ウスリー地方探検記を表した。アルセーニエフは1907年の探検でも、デルスーの協力を求めることに決める。デルスーは、道案内とともに、自然の中での生活術をアルセーニエフに教える師にもなる。1907年から1908年の探検を、元に書かれたのが本書となる。目次は以下の通りである。沿海州の地図、アルセニエフは、シホテアリに山脈の中部にあたる北緯45度から47度を調査する計画を立て、テルネー湾から北上してビキン川に沿い、ウスリー川に出るというルートを考えた。1906年の調査の経験をもとに、馬に変えて、ラバの動向、馬具や携帯品の改良、大工道具の追加などの変更がされた。アルセーニエフは5月13日にハバルフスクを出発し、デルスーと再会をした。隊は海軍の協力を得て5月22日に水雷艇に乗り、5月30日にジギト湾まで運ばれた。隊はラバや荷物が揃ってから7月1日にジギト湾を出発し、7月27日にはヨズヘ川に到着した。サンホベ川でジャンバオと会って彼が同行し、途中でトゥンターウィズの集落で艦隊を受け、ビリンベ川を遡って鬱蒼としたビリンベの森を抜けた。アルセーニエフ隊は8月10日から4日間ほど大雨と大洪水に見舞われ、デルスーとジャンバオの起点によって水没から逃れる。一旦海岸へ向かって別行動をしていた分隊と合流し、8月19日から21日まで、滞在して食料を集めた。川の水が引くのを待ってと化し、8月24日から海岸沿いへ進み、シャオケム川を遡って上流を調査した。9月から竹間川に進んだ時に中国人の村に着き、そこからターズの領主であるチャンリンが同行する。流れが速く人の少ない竹間川は原生林に囲まれており、隊は川を遡ってシホテアリに山脈を登った。隊は9月11日からシホテアリに山脈の尾根伝いに進み、9月25日は竹間川から離れて北上した。海岸沿いに進んだ時にナイナ川の朝鮮人の黒天領主と会う。この頃には黒天領が始まっており、旧新都の村を通って天宮川へ着いた。10月4日からは天宮川を遡り、アルセーニエフによれば美しい滝を通り過ぎて10月7日からカルトゥ山脈を登る。カルトゥ山脈の最高峰についてからは海岸を目指すが、クルンベ川を下る途中でアルセーニエフは熱を出してデルスーの看病を受ける。二人はなんとか海岸に着き、水雷艇に救われた。ウスリー川、天宮へ戻って休養した隊は10月20日に出発する。休暇の終了や持病などによってメンバーが何人か帰還し、総勢7人となった。ウデーと交流しながらクスン川沿いに進み、満州人の船頭、ヘーバー島と出会い、ジャンバオはここでサンホベへ帰った。クスンの川口からタホベ川へ着き、そこで暮らすソロン族のダーツァルが案内人となる。デルスーとダーツァルによれば、悪魔がいるという岩山などを過ぎ、ダーツァルの予測で嵐を交わしつつ、クムフー川へ着いた。クムフーは、オホーツク系と満州系の植物の境界にあたり、タイはここでダーツァルと別れて休息を取る。11月1日には、気温は氷点下10度となっていた。タイは、海岸沿いに北上し、ナハトフ川へ向かう途中でウデー、族の領主ヤンセリに会う。ヤンセリの案内でナハトフ沿いの海岸に着くが、その地点で合流するはずのヘーバー島が嵐で行方不明になったという知らせを受ける。ヘーバー島から補給を受ける予定だった隊は、物資が欠乏し、冬が近づく中で決断を迫られる。アルセーニエフは、デルスーと相談し、天宮へ戻るか、ナハトフに泊まるか考える。デルスーは、ナハトフにしばらく泊まって、ヘーバー島を待つ提案をして、アルセーニエフも賛成した。シホテアリニの岩山隊は、ヘーバー島が見つけやすいように、海岸そばにゼムランカを建て、アルセーニエフは不安を抱きながら滞在した。他方、デルスーは森の狩りで銃を撃った際に続けて外し、自分の視力が衰えたことを悟って愕然とする。アルセーニエフはデルスーに助けられてきたことを話し、デルスーに一緒に町で暮らそうと提案する。デルスーは熟考の末、アルセーニエフに賛成した。タイは11月16日まで泊まったが、ヘーバー島の船は来ず、天宮の旧信徒たちの村へ戻ることに決める。11月23日にクスンまで戻り、嵐を避けて滞在したタイは、ヘーバー島に再会する。ヘーバー島によれば、船は強風でサハリンまで運ばれてしまったので、南下をして戻ってきたという。補給物資は無事だったので、アルセーニエフは計画を立て直す。クスン川を遡って、シホテアリニ山脈へ行き、ビキン川へ出ることにした。ナルトや雪靴を自作して、準備を整え、12月4日に出発した。満州人のチーシー・コールーの案内で、中国人集落に行って、艦隊を受け、山火事で荒れ地となったクスンの谷を進む。ウデー、族のシャーマンであるスンツァイに会い、彼がシホテアリに山脈までの案内を引き受けた。12月9日からウレン号川沿いに進み、12月14日からシホテアリに山脈を登る。シホテアリにを越えた後は、ムイゲ川沿いに下り、ビキン川のウデー、族の下で滞在して、クリスマスを祝った。12月26日に出発してビキン川を渡り、ターズの老人、キテンブが案内人に加わるが、キテンブの犬は虎に襲われて取られてしまった。12月30日にトゥルーグーに着き、12月31日にはシーゴーで年を越し、メルズヤコフと再会した。年が明けてからカザークの馬ぞりで出発し、1月4日にウスリー鉄道について1月7日にハバロフスクへ帰還した。視力が衰えたデルスーは探検終了後にアルセーニエフと共にハバロフスクで生活するが街に馴染めなかった。銃が撃てないこと、戸外で寝られないこと、焚き木や水を買うことなどが彼を驚かせ不機嫌にした。やがてデルスーは山へ出かけたいとアルセーニエフに懇願する。デルスーが失われた自由のために苦しんでいるとアルセーニエフは考え、デルスーが山へ行くのを認めた。アルセーニエフはデルスーが出かける前に、1ヶ月後にウスリー川に同行すると約束した。しかし、2週間後にアルセーニエフのもとに電報が届き、デルスーの死を知らせた。デルスーは3月13日に、ハバロフスクの南25キロにある、コルフォフスカヤ駅の近くで見つかり、焚き火のそばで死んでおり、銃は奪われていた。おそらく銃と金品を狙った、ロシア人によって睡眠中に殺害されていた。アルセーニエフはデルスーの埋葬を見守り、1910年に再びコルフォフスカヤへ行ったが、開発によって埋葬場所はわからなくなっていた。デルスーを最後に見かけた労働者たちは、銃を持った男が木に止まったカラスと話しているのを見て、酔っ払いだと思ったという。デルスー・ウザーラ。著者のアルセニーエフによる撮影。自然のわずかな変化から情報を得る能力に優れていた。探検隊の1日後に出発をして追いついた時には誰かが靴を変えたことや足に怪我をしたことを知っており、兵士たちを驚かせた。焚き火などの野営跡からも多くの情報を得ており、そこにいた民族、年齢、仕事を当ててみせた。銃声を聞いた時に音の反響によって天気を予想して的中させた。例えば霧の中で強い反響があるときは大雨になると予想した。デルスーはあらゆる動物が生きることに心を砕いた。ある夜、アルセニエフが肉片を焚き火に入れると、デルスーは肉を火から出した。デルスーによれば、残った肉は後から来るアナグマ、カラス、ネズミ、アリたちが食べるが、火で燃やすとなくなってしまう。大河にはいろんな人がいるとデルスーは言った。同行していた犬のアリパが寒そうな時には枯れ草や自分のジャケットを敷いて眠れるようにした。他方で仲間を危険にさらす行為に厳しくもう一匹の犬の霊視が狩りでパニックに陥って人を転ばせたため一緒にやれないと怒った。デルスーは人間以外の生物や無生物についても人と呼んだり人として表現した。天気がはっきりしないときは霧が雲になるか散ってしまうか自分でも知らないと表現した。焚き木がうまく燃えないときは悪い人と呼んだ。デルスーは銃の腕前に優れ、タイの兵士との腕比べでも勝利をして感心された。先住民にとって銃弾は貴重品であり、狩りでは急所を狙うことも必要であるため身についた技だった。デルスーは身を守ったり食料を得るために銃を使うことには、積極的だったが、必要ではない狩りには慎重だった。デルスーは、以前に虎と出会った時に、虎が逃げたのに撃ち殺してしまった。それ以来デルスーは、恐怖を感じ、いずれ自分が報いを受けると考えた。デルスーは、鹿の尾をアルセーニエフに振る舞った。袋状の尾に白い肉が詰まっており、ご馳走として知られていた。また、肉を吹きの葉で包んで、穴の中で蒸し焼きにしたものが美味であり、タイはデルスーの方法を見習った。一晩かけて燻製を作る時もあった。夜の洪水が予想される時には、日中に焚き木を集めて別の避難場所を用意し、探検隊を助けた。大雨が急に降った時には、樹皮から即席の傘を作った。狩りで得た獲物は等分に分配した。民族や宗教を問わず、隣人には自分と同じ分け前を与えた。同行者に抗議されることもあったが、デルスーは一人でみんなを取るのは悪いと反論した。デルスーは儲けた体験を気前よく話すため、他人に利用されて金を取られることもあった。ウスリー川流域やシホテアリニの自然について、アルセニーエフは旅の中で書き留めている。草食動物ではノロジカ、アカシカ、リス、ジャコジカ、ヘラジカなど、肉食や雑食動物ではクマ、ヤマネコ、赤狼、カワウソ、フイリアザラシ、イノシシなど。鳥類については森と海辺に大きく分けてまとめて記録している。アルセーニエフは大河を考えるときに最もふさわしい場所としてシナンツァの森を挙げている。樹木はタモ、エゾノダケカンバ、ハンノキ、エゾマツ、オガラバナ、ウラボシザクラ、ヤナギ、ドロノキ、シベリアマツ、ハシドイなどで森の縁や低い林はエゾコウギ、山ぶどう、クズの茂みになっている。動植物の他に興味深い自然現象にも触れている。海の光、蜃気楼、身体が沈んでしまう浮き綱などが記されている。山火事の影響もあちこちに残っており、デルスーの回想によれば、約20年前の山火事でスンガリー川流域からシホテアリニに虎の集団移動が起きたという。アルセーニエフは休息時の夕暮れや夜空を美しいと表現してたびたび書いているが、デルスーは天体への関心は低かった。腕へ族本書には南方ツングース系のナナイ族、腕へ族、ソロン族が登場する。ナナイ族や腕へ族はシベリアや極東地域に住んでいたツングース語族に属する。腕へ族はターズとも呼ばれていた。腕へ族は寒さに強く、服やまつげに霜が降りる外気の中でも眠ることをアルセーニエフは驚いて記している。腕へ族は地理を理解する能力に優れており、砂地に棒で正確な地図を描いた。アルセーニエフが平面図法の地図を腕へ族に見せるとすぐに理解した。ソロン族は17世紀にアムール川上流とゼーアカー流域に住んでいたとされ、ロシアとの紛争で居住地が荒廃したため、清によって移住させられた。現在の中国では、作林郡温活とも呼ばれる。スンガリーのソロン族の中には、清と馬族の紛争を避けてウスリー川へと逃れた者もいた。腕へ族をはじめ先住民には移民に対して借金を負っている者がおり、返済不可能な額に達していた。借金の方に奴隷化される者もおり、アルセーニエフはターズが搾取されていたと記している。清やロシアが北東アジアへ進出するにつれて、人の移動とともに病気も伝わり、先住民族が減少した。デルスーの妻や子も天然痘で亡くなっている。デルスーによれば、子供時代はナナイ族や腕へ族だけが住んでいた。そこに中国人、ロシア人、朝鮮人、日本人が来た。山火事が増えて森の獲物も減り、これからどうやって生きてゆけばよいかとデルスーは語っている。アルセーニエフが出会った移民には、警戒する者、歓待する者の両方がいた。ドゥンターウィズでは、中国人に親切にされ、洪水の後で物資も提供された。他方で金鉱を探していた者には警戒された。借金の方に先住民を酷使している者もいた。本書で、旧信徒と表記されているスタロベールは、ロシア正教会による方針令改革に反対した人々を指す。古い様式を保持するために、辺境での暮らしを選んでおり、探検隊は何度か出会っている。中には、デルスーとの交流が長い者もいた。スタロベールは、新しい移民が物を奪ったり、資源の奪い合いをするため、移民を追われ者と呼んで距離を取っていた。スタロベールの中には、先住民と友好的な関係を築き、耕作や牧畜で生活を助けた村もあった。黒天先住民と移民ともに高価な黒天をはじめとして毛皮猟を行った。黒天は明の時代に中国の宮廷で人気を集め、清以降も高値で取引された。先住民にとっては鹿や熊よりも肉や毛皮の量が少ない黒天は重要ではなかったが、交易の価値があるために毛皮を傷つけない罠猟で狙った。黒天の毛皮は秋から冬にかけてのものが質が良く、アルセーニエフ隊が旅をした秋は黒天猟のシーズンであり、各地で黒天猟師に出会っている。また、他の猟師が仕掛けた獲物を狙う黒天泥棒も出没し、犯行が明らかになった者が集落を追放される光景をアルセーニエフも目撃している。その他に高価なものとして鹿の角があり、国家する前の袋角を取って、中国人が競争薬としたウラジオストックでは、ジギット湾で砂金やダイヤモンドが取れるという噂が広まり、金を探す者がやってきた。探検隊はその中の何人かと出会っている。金を見つけられなかった者は、移民局で補助金を受け取って移民となった。中国系や朝鮮系の人間にも金を探す者たちがおり、デルスーは森林で餓死した金探しの骨を見つけている。アルセーニエフは出会った民族や集団の食文化も記録している。腕、族のご馳走である冷凍の生魚を旧信徒が行っている北限の養蜂などが描かれている。本書はソビエト連邦成立後の1922年にウラジオストックで出版された。1917年から1922年にかけてはソビエト連邦の赤軍と反革命派の白軍による内戦によって極東も混乱状態にあり、一時は極東共和国も建国された。アルセーニエフは1917年には軍務を離れており、極東移住委員会の要請でカムチャッカの調査を行ったほか、漁業局の検査官、ウラジオストック教育大学の民族学講座、ハバロフスク地市博物館の館長などの仕事に就いた。探検隊のメンバーだった兵士たちの多くは、第一次世界大戦の東部戦線で戦死した。アルセーニエフは、本書の他にも、極東をテーマに著述を行った。寄稿として有名なものには、1902年や1906年の探検に関するウスリー地方探検記や本書発表後の1908年から1910年の探検に関するシホテアリニ山地にて1927年の探検に関する大河を通ってなどがある。調査報告書としてはウスリー地方の軍事、地理学及び軍事統計学的概論が高く評価された。本書が全国的に知られるようになったきっかけは、作家のマクシム・ゴーリキーだった。ゴーリキーは、友人のミハイル・プリーシビンから送られたウスリー地方探検記を読み、アルセーニエフと書簡を交わすようになった。アルセーニエフは、1928年1月4日のゴーリキー宛ての手紙では3部作としての出版を構想していた。それによれば、1902年から1906年の探検、1907年から1908年の探検、そしてデルスー没後の1908年から1910年の探検に分けるというものだった。ゴーリキーは1928年1月24日のアルセーニエフ宛ての手紙で本書を称賛して、ジェームズ・フェニモア・クーパーとアルフレート・ブレームを統一した内容だと述べた。そして、どうしてあなたはこの老作を出版する洋国立出版社に申し出ないのですか。その重要さは、その美しさと同じように文句をつけようのないものです、と書いて、中央での出版を進めた。ゴーリキーの勧めもあり、1930年には、モスクワの国立出版所、若き親衛隊から本書が出版され、ソビエト連邦全土で人気を呼んだ。初版以外はソ連による検閲を受け、削除された内容もあった。先住民に関する内容に差別的な表現があるというのが理由で、アルセーニエフは排他的な民族主義者という扱いを受けた時期もあった。アルセーニエフの死後、地質委員会の研究員だった妻のマルガリータは、反政府活動の罪で1937年に銃殺刑となり、娘のナターリアも1941年に10年の刑を受け、1973年に死亡した。戦災のアンナと息子のウラジーミルは、アルタイの森林管理所に住んでいたため当局から逃れた。アルセーニエフ一家の不遇とは別に、著作は読まれ続けた。1947年から1949年にかけて、全6巻の作品集が、ウラジオストックで出版された。本書は1926年に青少年向けの簡略版も出版されてロングセラーとなった。アルセーニエフは有名になり、彼の名を冠したアルセーニエフ駅も建設された。デルスー・ウザーラの最初の日本語訳は、新京の満州事情案内書から1942年に出版された。翻訳者の長谷川史郎によれば、南満州鉄道会社に勤めていた1943年に、アルセーニエフの著作を読み、デルスー・ウザーラの翻訳がないことを知って自ら訳したという。その他のアルセーニエフの寄稿も、当初は南満州鉄道会社調査部の社内、刊行物として翻訳された。1939年に報告書用に翻訳された、ウスリー地方探検記が、最初のアルセーニエフの日本語訳とされる、アガシ・ババヤン監督によって、デルスー・ウザーラとして映画化された。黒澤明監督によって、デルスー・ウザーラというタイトルで映画化された。デルスーとアルセーニエフの出会いから、デルスーの死までが描かれており、ウスリー地方探検記とデルスー・ウザーラの2冊分の内容を含んでいる。アルセーニエフの著作を黒澤に紹介した堀川博道は、1939年頃に神田の古書店でウスリー地方探検記を入手した。面白い内容だったので、黒澤に紹介したところ、黒澤は、これは映画になるなと語ったという。後に、黒澤も堀川の話を認めており、1902年の探検については、助監督時代に帝国図書館の蔵書で読んだとも語っている。黒澤は映画化の動機として、デルスーという人物に魅力があった点を挙げている。映画のタイトルは、1973年のシナリオ決定稿では、デルスー・ウザーラとなっているが、ウが重なって発音しにくいという理由で、最終的にデルスー・ウザーラとなった。アルセーニエフはユーリー・ソローミン、デルスーはマクシーム・ムンズークが演じた。デルスーやアルセーニエフ隊の他に、ジャンバオ、リー・ツンピン、キュー・シントラも登場する。ありがとうございます。